ベネディクトゥス8世は、ローマ教皇、貴族トゥスクルム伯グレゴリウスとマリアの子テオフィラクトゥスとして、ローマに生まれる。弟は、後の教皇ヨハネス19世。ベネディクトゥス8世は、対立教皇グレゴリウス6世と対立、ベネディクトゥスがローマから逃亡せざるを得なくなった。ベネディクトゥスは、ハインリヒ2世の助力により、ローマに帰還する。1014年2月14日には、ベネディクトゥスの手からハインリヒへと、神聖ローマ皇帝間を退官し、それ以降も、教皇任期中良好な関係を保った。ベネディクトゥス8世任期中にはまた、サラセン人が再び南ヨーロッパ沿岸へ侵入するようになり、またサルデーニャにも定住するようになった。ノルマン人もまた、イタリア半島に定住するようになった。教皇ベネディクトゥスは、ノルマン人と同盟を結び、サラセン人を駆逐し、ローマ史の有力者であるクレッシェンティウス家を従属させて、平和を築こうと発起した。パビーアにて皇帝と共に、教会会議を開催し、シモニアの制限と聖職者の欲望に対する自制を宣言した。クルニー修道院に橋を発する教会、改革勢力はベネディクトゥスを援助し、そのことからベネディクトゥスは、クルニー修道院長の聖、オディロと信仰を深めることとなる。1020年、ベネディクトゥス8世は、ハインリヒ2世と、南イタリアにおける東ローマ帝国の脅威について協議するためにドイツへと旅立った。バンベルクに復活節の頃に到着したベネディクトゥスはそこで新しい制度を成別し、またカール大帝とオットー大帝による寄進の確認するためハインリヒ2世により発布された特許状を獲得した。そしてフルダの修道院を訪問した。それから南イタリアへ侵攻して東ローマ帝国の権威にかつてひれ伏した皇帝の家臣らを従属させるようにと皇帝に説得してもいる。1024年4月9日にローマにて死去した。教皇位は弟であるヨハネス19世が引き継いだ。ありがとうございます。